はい、どうもお疲れ様です。1月26日朝6時の相場解説になります。まずは冷やしを見ていただいてますけども、どうでしょうかね。チャンネルラインをこうやって引きました。ね、2本引きました。というところで、そろそろ陰線が始まるんじゃないかなと申し上げた矢先、陰線がやっぱりダイレクトに来ましたね。よかったよかった。このチャンネルラインがだから当てになるってことがまた証明されたわけなんですが、下下げ圧力が大きいなっていうことは感じましたね。で、ずっと下下げ圧力ってことを申し上げていたんで、これ4時間ですけども、4時間でトライアングルを見た時でも、これは上に行くんじゃなくて下に行くんじゃないかなというふうに、仮説を立てて、まんまとそれがね、利益につながったってことになります。次は1時間を見ていきます。結構今ね、相場を見るのが難しい時期に入ったんじゃないかなと思いますけども、そんな時期は長くは続きません。せいぜい1日から長くて2日ですから、戦争が起きてるわけじゃないんでね。戦争が起きましたけども、戦争勃発したそのリアルタイムの時じゃないんで。で、何が言いたいかというと、昨日1日は下下げ圧力のまんま下がったってこと。ね、この1時間のローソク足も24本揃えば1日足になりますから。で、そのもう1日前は一番高いところがここですから、やっぱり下げ圧力で来たってことですよね。まあ、そういうような形で下げ圧力が2つ来ましたんで、まあ、上昇する速度よりも下落する速度の方が速いだろうなっていうのが私の見方なんですよ。で、その見方を参考にして、レンジを引くとなると、もう一回ね、再考したところで、こちらの方で下の線を作ろうかなと。そして、こちらの方で上の線を作ろうかな。上底下底ですよね。ですんで、オリガルヒの皆様には前回の動画放送で、レンジオプションの価格をお知らせしたんですけども、今ね、ちょっと修正を加えながら改めてお話しします。はい。こうなると、上が130の485。ね。ちょっとでかいですね。まあ、こういうことになりますね。で、下の方なんですけども、こちらの方が129の、まあ、ほぼ0ですね。070。ということでね、1円と50ピップスほどの上下の幅ができました。ちょっと大きいんですけども、このレンジで今日は見ていきます。多分これでまあ、うまくいくと思いますけどね。はい、それじゃあまた別の追加動画でお会いしましょう。お疲れ様です。